エアシャカールとは、日本の競争馬、シュボバである。主な価値案は、サツキ賞、キッカ賞で2000年の中央競馬クラシックに看馬で、ある。2000年 JRA 賞最優秀4歳ボバ。また、東京優秀を、花差わずか7センチメートル差で一していることから、順三冠馬と呼ばれていた時期もあった。半姉に、優秀品馬2着のエアデジャブー。 週刊賞優勝がやめイやは名にあたる。馬名の由来は、冠名のエアとアメリカ合衆国のヒップホップ MC であるニパックの本名から。エアシャカールのデビューは1999年10月12日、東京競馬場の新馬戦。新馬戦は5着に敗れるが、2戦目の未勝利戦で初勝利を挙げた。その後、ホープフルステークスを勝ち、 二歳児は四戦二勝に終わったがクラシック候補の一頭に名乗りを上げた。年が明けて2000年3歳になったエアシャカールは弥生賞章二着を経てサツキ賞に出走。大田クリーバに首差でセリー勝ち GI を初制覇した。サツキ賞後にはキング・ジョージ6世クイーン・エリザベス・ダイヤモンド・ステークスへ出走するプランが発表された。東京優秀では アグネス・フライトの前にわずか7センチメートルの差で2着に赤、赤敗ダービー後、アスコット競馬場で行われるキング・ジョージ6世クイーン・エリザベース・ダイヤモンド・ステークスに予定通り、出走したが、門中の5着に敗れた。秋は、神戸新聞杯から指導したが、うちに突っ込み直線で追うこともできない状況で3着に、敗れた。乗していた、竹豊が、 気象面で成長が見られないとコメントするほどの完敗だった。しかし、本番の菊花賞では内に寄れる癖を出さないように、リングハミを装着し、レース中でもない拉地沿いを走った結果、東方市電を首差で退けて優勝。見事に札木賞と菊花賞の二冠馬となった。菊花賞後はジャパンカップに出走。この年、G13 賞を含んで6連勝中だった。 テームオペラ王との対決が注目されたが14着と大敗した。また、このレースでは、同世代のダービー馬アグネス・プライト、NHK マイル・シーバイーグル・カフェ、オークス馬・バシルク・プリマ・ドンラが揃って惨敗した。2001年、竹・ウタカが海外へ、騎場拠点を移したため、エア・シャカールの主戦は、エビナー・マッサイオ氏が務めることになった。3K 大阪杯では、 東方ドリームの2着と上場の滑り出しとなるが、自走の天皇賞は8着、宝塚記念も5着に敗れた。秋になると、輸送性の肺炎を患い、一度も出走できずに、終わった。5歳児、エアシャカールは、三 k 大阪杯で復帰し2着と復調した。続く、金社地賞では、竹豊とのコンビが復活し一番人気となるが、鶴丸ボーイの2着に敗れた。 その後、宝塚記念では、ダンツフレームと人気を分け合うが4着に敗れた。秋は、天皇賞こそ4着となって掲示板に乗ったが、ジャパンカップは12着と大敗。有馬記念も全くいいところなく9着に敗れ、この有馬記念を最後に引退した。競争オーバーを引退した後は、種ボバとなり、ブリーダーズスタリオンステーションにつなぎようされていたが、 引退から3ヶ月後の2003年3月13日、放牧中の事故により左後ろ足を骨折し、安楽死の処置が取られた。残された3区は4頭、そのうち3頭が中央競馬入りした。2006年10月24日、その残された4頭のうちの1頭、エアーミラクルが北海道競馬で勝ち倉を上げ、エアシャカール3区の初勝利となり、2007年7月28日に、 函館競馬場で行われた未勝利戦をエアファーギーが制止3区が JRA 初勝利を挙げた。しかし中央入りした3頭はエアファーギー以外は勝利を挙げられず4頭とも体制しないまま競争馬登録を抹消された。ボバの3区が1頭もいないためサイヤーラインは伸びなかったが4頭中2頭が繁殖入りして子を出産しており、母系には名前が残っている。 ありがとうございます。